マイク・ペリーは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、ミシガン州フリント出身、フロリダ州オーランド在住、フュージョン X、チェルパフォーマンス所属、ミシガン州フリントで生まれ、その後フロリダ州に移住した、11歳の時にムエタイをはじめ、フロリダ州王者になるなどの活躍を見せる。2014年9月に、プロ総合格闘技デビューを果たし、 7007勝7個の戦績を残す。2016年8月20日、UFC 初参戦となった UFC202 でイム・ヒョンギュッと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2016年12月17日、UFC オン・フォックス22でアラン・ジョー・バンと対戦し、0から3の判定負け。プロ初黒星を喫した。2017年4月22日、 UFC ファイトナイト、スワンソン VS ロバブでウェルター級ランキング13位のジェイク・エレンバーガーと対戦し、右肘打ちで小勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。2017年9月16日、UFC ファイトナイト、ロックホールド VS ブランチでアレックス・レイエスと対戦し、膝蹴りで小勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。二千十七年十二月十六日、 UFC オンフォックス26でウェルター級ランキング10位のサンチアゴ・ポンジニッピオと対戦し、0から3の判定負け。2018年11月10日、UFC ファイトナイト、コリアンゾン BBS ビビ、ロドリーゲスでウェルター級ランキング12位のドナルド・セラーニと対戦し、腕ひしぎ、逆十字固めで一本負け。2019年4月27日、 UFC Fight Night ジャコレー VS ハーマン戦でアレックス・オリベイラと対戦し3から0の判定勝ちファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した2019年8月10日 UFC Fight Night シェフチェンコ VS カー・ムーシュニでビゼンテルケと対戦し1から2の判定負け破れ走ったもののファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した二千十九年十二月十四日 UFC245 でウェルター級ランキング14位のジェフ・ニールと対戦し、パウンドで1四個負け。2020年11月21日、UFC255 でティム・ミーンズと対戦し、0から3の判定負け。なお、この試合はペリーが175.5ポンドと4.5ポンド体重超過したため、キャッチウェイト契約で行われた。ありがとうございます。